はい、あと10メーター。はい、どうも。キャルチカさんにインタビューしていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずこの SSP を立ち上げたきっかけっていうのをお伺いしたいんですけども、まあ、僕たちあの青木三兄弟って言って、はい、まあ、長男と次男、まあ、僕三男なんですけど、はい、まあ、3人ともオートバイで子供の時から一緒にレースをしてまして、はい、まあ、大人になってプロライダーになって、はい、3人であの世界選手権のレース出てたんですね、うん、でその中でですね、あの次男拓磨って言うんですけど、はい、たくまがですね、まあ、練習中の事故で、うん、あの下半身不随になりまして、うん、でそれでまあ23、4年今経ってるんですけど、はい、2019年の時にもう一度たくまをあのオートバイに乗せてあげたいっていうところから、はい、あのこのプロジェクトが、うん、あの発信しました、はい。下半身麻痺の人がやっぱりバイクを乗るっていうことはすごく大変だと思うんですけど、どういうふうにバイクを改造するとか、うん、どうやってそこの乗れるようなバイクを作り上げたっていう部分のちょっと苦労とかをお伺いしたいんですけども、オートバイって健常者しか乗れないっていうふうに、うん、まあ、当たり前のように多分みんなも思ってると思うんですけど、はい、思ってて、でその中であの、まあ、今や SNS が普及しているように、はい、フランスでですね、あの 1000cc の大きいオートバイを車椅子の人がこう乗って、うん、レースしてるシーンを見て、でこれ何ってでそこからは本当海外のサイト調べまくって、はい、たくまにどうやったら乗せられるんだろうっていうふうに思って、でそこからそのステップだったりそのシステムだったり、これシステムも今イギリスから輸入したりとかもしてるんですけど、でそういうのも見よう見まねでこう作ってみて、はい、まあうちのたくまだからいっかねとりあえずもうそういう気持ちから、はい、ね、もし、まあ、万が一まあ乗せてあげるっていうことが決まって、はい、で万が一転んでもまあ身内だしみたいな感じの軽い感じで始めたんですけど、まあ、もう本当僕たちも手探りでね、はい、こういろいろ始めて、うん、僕たちもこう未知の世界だったから、うん、それでたくまにこうどうってこう相談しながら、はい、でこうしたらいいよっていうアドバイスもらいながら、はい、こう回数を重ねながらこう今の形になってきたっていうのはありますね。うん、実際この、まあ、今後ろにあるバイクが障害がある人たちが乗れるような仕様になってるんですけど、このいろんな障害の人に対してちょっとずつちょっとずつ改造をしてるんですよね。そうですね、僕たち、まあ、たくまが、下半身不随だったので、はい、まあ、車椅子の人最初メインかなっていうふうには思ってたんですけど、まあ、このサイドスタンドプロジェクトっていう会を進めていく旅にですね、はい、いろんな障害を持たれてる方から問い合わせをありまして、はい、まあ、もちろん義足の人だったり、はい、義手の人だったり、はい、でまあ、今回障害、ね、視覚障害の方もいらっしゃって、はい、もう視覚障害の人いや絶対乗れないでしょって僕も思ってて多分みんな思ってたと思うんですけど、はい、でまあ、そういう人たちがですね乗れるようにですね、我々は例えば、ね、右手義手だったらじゃあ左手にアクセル持ってくればいいじゃんっていう発想の転換でね、オートバイは必ず右手がアクセル、右手がフロントブレーキっていう固定観念を外せば、はい、別に誰でも乗れるオートバイだと思ったので、うんうんうん、でそういう発想の転換から障害を持つ人に対してその人が乗れるように、はい、準備をしてこういう開催を行っております。まあ、そのスタートは下半身麻痺からのスタートですけど、まあ、ちょっと言ったように今回は視覚障害の方で、はい、さっきお話聞いたら、まあ、ほとんどが、まあ、ほぼ全盲の方で見えてなくて、うん、で一番この SSP で視覚障害を乗せたのが今回一周された方が、そうですね、森田さんという言い方でね、そう、あの人は自分から参加したいんですっていうふうに突然来たんですか？そうですね、我々ホームページとか、まあ、Facebook と通じてオートバイ乗りましょうというふうに PR をしてまして、はい、でその中ですいません視覚障害なんですけどオートバイ乗れますかっていう連絡をもらっていやー絶対乗るだろっていうふうに僕思ったのね、はい、メールいただいて、まあ、社会人としてもうすぐ返さなきゃいけないなっていう、はい、なんかさお分かるでしょ、分かります、もう来たらすぐ返さなきゃいけないのが社会人かなと思ってたんだけど、はい、もう縫田さんの場合はもう2日3日考えて、
いやーどうしようかなと思って、でいろいろ考えたら、まあ、今オートバイ の, そのツーリングしてる中の主流のツールとして、はい、ライダー同士がそのインカムをつけて、はいはいはい、こう会話をして楽しんだりとか、例えば音楽を車で、ね、こう運転してるように音楽を聴いて走ったりっていうのがあるの で,、はい、でそういうシステムをもしかしたら使ったらいけるんじゃないかなっていうふうに思って、すごい そ, うそれでもう半信半疑だったけど、はい、とりあえずできるかどうか分からないけど、はい、乗ってみますって言ったら行きますすごいそう、まあ、ここにある車両なんですけど、はい、転倒しないように補助輪をつけてるんですね、うん、はい、もういずれ取れるんですよね、ちゃんと二輪で走ることができるんですよね。そう、僕たち目指してるのがあの障害者だからこのバイクしかダメっていうのは僕が嫌なんですよ。でやはりこう障害を負ってる方でもやっぱり車と同じようにこのバイ、あ、この車乗りたいよとか、あの僕はホンダ乗りたいんだよ、僕はあのスズキ乗りたいんだよっていうふうに同じようにこうそういう人たちもね、あのオートバイ乗れるように、補助輪を卒業できた人には、うん、我々あの BMW と MV アクスターっていうオートバイを使いまして、はい、1000cc のオートバイを用意してるんですね。でここだと外周路走ったりとか、はい、まあ、皆さんもちろん免許がないのでそうですね、そう、免許がないので、うん、まあ、今だとサーキットとかね、はい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 、我々が時間を貸し切って、うん、我々だけでこう走ってもらう、はい、でしかもこう一人で走るとやっぱりスピード出しちゃうと危ないから、うんうんうん、ちゃんとあのプロライダーが先導をしてあのツーリングレベルのスピードで、はい、あの走っていくっていうこう楽しんでいく、うん、スタイルをとっております、はい、今後の SSP の活動目標というかこういうことやっていきたいとか、まあ大きくしたいってわけではないとは思うんですけど、いや大きくしたいんですよ、大きくしたいですか、あ、ごめんなさい、いやいやいや、本当この活動って、はい、日本から、まあ、我々から始まってるんですね、はい、で世界探してもこういう風なあの活動してるところってなくて、あ、日本ってね、さっき言ったように、まあ、ホンダだったり鈴木だったり川崎だったり、はい、ヤマハだったり、うん、もう世界を誇れる4大メーカーがあって、はい、その日本からあのこういう障害者に対して、うん、あの発信できていけたらいいなっていうふうに思ってるんですよ。だって日本人だけじゃないでしょバイク好きってそう、世界でもやっぱりこう全然やってないんですって、この活動を。で世界 の, そのフランスの見てるのは、はい、もう本当こう好きな人が来てもうバイク買って自分でこうやってるんですね。なるほど、我々はあの機内に乗れるか乗れないか分かんないのに、うん、じゃあ眞子さんちょっとこれバイク乗るのに300万かかるんですけどって言ったら、いやいやいやちょっと待ってそんなハードル高かったらね、やっぱりこう気持ちがないとそこまで出せる人もいないですし、免許持ってて、はい、オートバイ買うときってあこのオートバイいいなって言ったらお店行けばこうタダで乗らせてくれるじゃないですか、試乗車は、うん、そうですね、そうだからそれと同じようにあの参加を申し込みされた方にはですね、うん、我々がこう全てあのつなぎだったりヘルメットだったりオートバイだったりっていうのを用意をして開催をしております。この体験会というかプロジェクトに参加するときに費用がかからない、かからないそう、参加される方にはお金は我々もらってなくて、あのその代わり、まあ、もちろん運営資金とか必要なので、はい、我々あのオートレースの補助金と、あとですね、協力していただいている企業さんだったり、あと個人で寄付金をしていただいている方から力をいただいてこの活動につなげているっていうところです。じゃあやっぱり気軽に体験しに来てほしいですね。そうですね、やっぱりこう、うん、車椅子だから、まあ、オートバイ無理だよって、うん、興味あっても無理だよって諦めるんじゃなくて、我々と同じこうオートバイで楽しむっていうことをね、はい、あの体験してもらえればあのすごい嬉しいですし、あの一緒に体験してもらって楽しみをみんなでこう分かち合って、でまたあの僕たちはですね、最終的に峠で一緒に走りたいんですよ、健常者と一緒に。そのこういうところでオートバイ乗れるようになって、はい、まあ、サーキットで何回か乗って、まあ、この人大丈夫だなっていうふうに、我々がこう認定をして、うん、そういう方はですね、まあ、年に1回ね、市町村とちょっと調整も必要ですけど、はいね、峠だったりそのところを借り切れたら、そこでね、参加者の人とオートバイ仲間ってツーリング仲間、はい、いますから、はい、でそういう人たちと一緒にこうねオートバイを楽しむっていうことを
最終的にはやりたくて。そうですね、公道でも貸し切ったら免許なくても乗れるんですもんね。そうそうそう、いやすごい。なのでね、本当だからそこまで行くのはまだまだ難しいハードルがいっぱいありますけど、はい、でも少しずつ我々やっていけばきっと叶うと思って、うん、進めてますので、はい、少しずつこうね広めていきながら、はい、社会にねこう認められるような活動にしていけたらいいなっていうふうには思っております。そうですね、やっぱり知らないからこう協力 できないっていうのもやっぱりあるので、まず知ってもらうことから本当に大切だと思うので、まあ、今回私こういうふうに YouTube でご紹介させていただいて、うん、また次回体験もするのでぜひその見てみんなもやってみたいって思ったら、そう、ね、申し込み方法としては、SSP のホームページホームページ、SNS ですか、はい、ホームページからですね、問い合わせっていうところメールがございますので、はい、まあ、そこから参加申し込み の要望をですね、はい、書いていただければこちらから事務局からですね、はい、いろいろ申し込み用紙だったり、まあ、サイドスタンドプロジェクトではですね、理学療法士を、はい、備え付けで専従させております、うん、でその方にですね体をしっかりこう見てもらって、はい、お互いこうリスクをね、うんうんうん、こうちゃんと分かりながら開催に進んでますので、うん、まあ、できる限りこうリスクをどん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 減らしながら開催できると思いますので、はい、ぜひ参加してください。ぜひね、無理かもしれないじゃなくてまず申し込みを、ね、していただきたいですね。まこさんが乗れますから頑張ります。楽しみです。はい、じゃあ今回はお話ありがとうございました。ありがとうございます。次回乗れるの楽しみにします。はい、ありがとうございますそれでここまで来てもらいます。で足を片っぽもらいます。こっちが右足を、こっちだけ、はい、はい、もらいます。はい、でこっちを少し開いて、はい、はい、で私ここ持っていかなくてもいいから、こうで上半身で移動できます。前とか後ろには移動できます。そう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 、足をちょっとずらしますよ。はい、で、うん、もうちょっと前行けたら、そう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 、そんな感じで、こういう短いやつ、うん、本来反り上がっちゃったと思って今下げるとかって足を決めて固定してビンディングしてんで、ここで2グリップができるように。なるほど、はい、で乗り方を教えて根元を力抜いてとか、うん、そんな感じで慣れたら V マスク外したい、はい、したら倒れないから、さここにフロントの人間がいてこうやって話しながらやるんですよ。でスタンドを外してくれる？スタンド下ろしましょう。はい、そういうとこだよ。でこれ補助輪が、まあ、アウトリガーって我々呼んでるんですけど、はい、これアウトリガーがついてるから、あ、はいはいはい、で乗れそう、乗れる、絶対乗れる。で後ろに後ろ見れる？ハンドルに手を離してその車輪、あ、はい、うん、こいつがあると、はい、ここで止まっちゃうんですよ、はい、だからある意味曲がれない、はいはいはい、その代わり絶対に危なくない、倒れない、うん、からこれでまず練習して、初めは人間が押します、こんな感じで、はい、でハンドルをちょっと開いてちょっとだけそうそうそう、そんでまっすぐにして、でこのバイクに乗るコツは、今あなたすごいバランスの感覚がいいから大丈夫なんですけど、このこういうアウトリガーをつかない、つくとそれによって死んじゃうから、つかないでとにかくまっすぐするような感じで、で前見て、はい、でちょっとスピード上げて押すよ、はい、はい、で我々がこうやって一緒に走る、はい、ハンドルちょっと右に切ってちょっとだけ、はい、おうまいうまいうまい、でこれ白線、うん、白線に沿って走るような感じで、はい、エンジン、エンジン点火押したく押したく押したく、はい、行くよ、はい、はい、行きます。で我々スタッフがこうやって一緒に走って支え、はい、なるほど、はいはい、はい、うま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 い、下もついてないな、あなた上手、行くぜ、おい、もう少しゴール見逃して、行くぜ、行くぜ、行くぜ、はい、ゆっくりブレーキかけて、ゆっくりブレーキ、お願いします、そうです、はい、楽しい後ろからずっとで、ゆっくり上げますよと、はい、そしたらスタッフがこの足を向こう側から持つ、誰かがね、はい、はい、じゃあこれ手抜いて離しちゃうよ、はい、はい、いいです、ちょっと待って、俺が走る、はい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 、ありがとうございます、はい。
楽しかったですよ。やっぱりセンスいいんだなって思った。もう次回って言ったけど、もうとりあえず一歩は踏み出したから、次回はもうきっと私は補助リング外れると思います。ということで、今回は SSP の活動を取材させていただきました。本当に想像以上にいろんな障害がある方が乗れるんだなっていうことをなんかすごく実感したので、皆さんぜひ一度まず体験してみて、この楽しさを感じてほしいと思います。はい、また次回ね、その私が実際もっともっと、今回ちょっと試したやつじゃなく、もっと本格的に体験するのをお送りしようと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで、この動画がいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。